日本よ大至急、この兵器の情報を求む。皆様お疲れ様です。パーソナリティの葵です。自宅や職場の近く、通り道などで必ずと言って良いほど見かけるコンビニ、買い物はもちろん、宅配便の送付や公共料金の支払いなど、さまざまなシーンで利用することができて、とても便利ですよね。そんな私たちの生活に欠かせないコンビニですが、海外のコンビニとは異なる点が多く、日本へ来た外国人は驚くことが多いんだそう。例えばトイレを無料で借りられることや、購入したお弁当を電子レンジで温めてもらえること、コピー機があることなどは日本ならではのサービス。外国人が日本のコンビニはすごい、また来たいなどと SNS に投稿する様子はたびたび話題になっています。今回ご紹介するのは、日本に留学中のアメリカ人男性が日本のコンビニにしかないあるアイテムに驚いたエピソード。それでは早速ご覧ください。日本でしか成立しない防犯対策に驚愕。僕の名前はセドリック。日本の大学に留学している20代のアメリカ人だ。僕が今特に仲良くしているのが、英語が堪能な日本人の年男。彼とはよく一緒に遊びに出かけたり飲みに行ったりしているんだよ。ある日の晩、スポーツバーへ行った僕たちは年男の家で飲み直すことに。ところが冷蔵庫を開けた年男はこう言った。あ、しまった、ビールを切らしていたのを忘れていたよ。近くのコンビニで買ってくるから留守番をしていてくれないか。いや、僕も一緒に行くよ。まだお腹が空いているから、おつまみ以外にがっつりとしたご飯物も食べたいし。そういうことなら二人でコンビニに行こうか。僕たちは年男のアパートのすぐ近くにあるコンビニへ。ビールやチューハイ、ポテトチップス、チーズ、唐揚げ弁当などを買い込んだ。日本のコンビニは何でも揃っているし、弁当とかも本当に美味しいんだよね。レジで前に並んでいたお客さんがカゴいっぱいの食べ物を購入し、お会計に時間がかかっていたため、順番が回ってくるのを待つ間、僕は店内をキョロキョロ。するとレジカウンターの奥に奇妙なものがあることに気がついたんだ。それは箱に入った片手で持てるサイズのオレンジ色のボール。飾ってある商品ってわけでもなさそうだし、お客さんの忘れ物にも見えない。一体何のためにあるんだろうと僕は疑問に思った。年男の部屋に戻った僕は、そのボールの正体を彼に聞いてみることに。さっきコンビニのレジにボールがあったよね。蛍光色のオレンジ色のボールが2個、箱に入って、あれって何のために置いてあるんだい？ボール？もしかしてカラーボールのことかな。あれは防犯用に置いてあるんだよ。例えばコンビニ強盗とかが来たら、あのボールをそいつに向かって投げつけるのさ。犯人に投げつける？あのボールの中には犯人が動けなくなるようなやばい薬品や劇物が入っているのか？劇物？そんなわけないだろ。ボールの中身は単なる蛍光塗料だよ。蛍光塗料？そんなものを入れている意味が僕にはさっぱりわからなかった。それを犯人にぶつけてどうなるっていうんだ？まあ、服が汚れるんじゃないかな。え、それだけ？犯人は命がけで強盗に入っているんだぞ。そりゃ日本だから銃は所持していないかもしれないけれど、
刃物などで脅してくる可能性は十分に考えられる。そんな相手に対して蛍光塗料を入れただけのボールでどうやって立ち向かうっていうのさ。塗料が付着した服をたどれば犯人逮捕につながるんじゃないか。なるほどね。でもそれって効果があるのかな。さあどうなんだろうね。だけど日本のコンビニにはほとんど置かれているし、銀行とかの金融機関もカラーボールを導入しているらしいよ。銀行にカラーボール？そんなの危なすぎるよ。思いもよらない年男の発言に僕はぎょっとした。別に殺傷能力があるわけじゃないし大丈夫だよ。そうじゃないって。ボールをぶつけられた犯人が切れて反撃してくるんじゃないかってことだよ。アメリカの場合、自動小銃やショットガンで武装した奴らが銀行に押し入ってくることもある。そういう時、偶然居合わせたお客さんや行員なんかはひたすら過去の自分の行いを反省して神様に許しを請うんだ。そして1時間後にはいつものカフェでコーヒーを飲みながら、さっき起きたことを SNS にアップできたらいいなって願っているんだよ。それなのに日本人はカラーボールを犯人にぶつけるなんて、あまりにも発想が幼稚すぎないか。その時の僕はこんなしょうもないアイテムを誰が思いついたんだって半ば呆れていた。だってアメリカでは毎年5000件くらいの銀行強盗が発生しているんだよ。しかも銀行のガードマンだって武装しているから、丸腰で強盗に入るようなバカはいない。もしもカラーボールなんか投げようものなら、その人の命はないと思っておいた方が良いだろう。日本には素晴らしいものづくりの技術があるのに、なんて無駄なものを作るんだろう。その時の僕は心の底からそう思っていた。ところが後日、年男のお兄さんが彼の家に遊びに来た時に、それは間違いだったことが分かったんだよね。その日、僕は年男とテスト勉強をするために彼の家へ来ていた。そこにセキュリティ関係の会社に勤める年男のお兄さんが遊びに来て、たまたま例のカラーボールの話になったんだ。カラーボール？ああ、蛍光クラックボールのことだね。確かに君が言う通り、外国人が見たら随分と軟弱な強盗迎撃兵器だと思うだろうね。いや、兵器じゃないか。何しろ攻撃力はゼロなんだから。でもね、日本ではあれで十分なんだよ。何が十分なんですか？見るからに弱そうなアイテムなのに。僕はお兄さんの発言に首をかしげた。カラーボールの目的は2つあってね。1つ目は犯人を特定しやすくすること。カラーボールは対象物や対象者に投げつけた衝撃で外装が割れ、中の特殊塗料が付着する仕組みとなっている。そして内容液に含まれる特殊塗料が対象に付着すると、塗料が持つルミノール反応と呼ばれる働きによって犯人を追跡しやすくするんだよ。そんなの水洗いしちゃえばバレないんじゃないですか？いや、洗って塗料が落ちたように見えても成分はしっかりと残っている。それに水洗いしてもなかなか汚れが落ちないタイプや、特殊な匂いをつけたものもあるんだよ。そして2つ目の目的は抑止力。君はコンビニへ買い物に行き、カラーボールに気づいたわけだよね。はい、そうですね。実はカラーボールはそうやって目立つ場所に置くようにと警察から指示されているんだ。そうすると犯人はたとえ現金強盗に成功したとしても、あの塗料のせいで足がつくんじゃないかって犯行を躊躇する可能性があるからね。そんなことまで考慮されていたんですね。カラーボールが持つ深い意味を知り、僕は驚愕した。
それにね、実際にカラーボールのおかげで犯人逮捕に至った事例も少なくないんだよ。ある時は東京の銀行に刃物を持った男が押し入り、現金およそ100万円を奪って逃走。だけど銀行員がカラーボールを投げて足に命中させていたため、駆けつけた警察がおよそ200メートル先で拳銃を向けて警告し、逮捕できたこともあった。他にもカラーボールが決定的証拠となって犯人逮捕につながった事件は結構多く、カラーボールはニュースなどでも取り上げられるように。世間にカラーボールの存在が知れ渡ったことによって、抑止力としての効果も高まっていったのさ。でも中途半端に犯人を刺激するのはかえって危険な気がするんですよね。僕がそう言うとお兄さんは大きくうなずいた。確かにその通りだ。カラーボールなんてものが通用するのは日本だけだと言っても過言ではないだろう。それでも逆上した犯人が何をしでかすかわからないから、カラーボールを投げるタイミングは犯人が逃走に移ってから。そうなると犯人の頭の中は一刻も早くこの場から立ち去りたいっていう気持ちに変わっているからね。わざわざ戻ってきてカラーボールを投げたやつに仕返しをするなんてことはないわけさ。なるほど、それなら少しは安心して投げられますよね。お兄さんは続けて日本の強盗事件に関する興味深い話もしてくれた。そもそも君は日本国内において銀行に限らず金融機関全般を対象にした強盗事件が年間どのくらい発生しているのかを知っているかな？アメリカでは年間5000件くらいの銀行強盗が発生するって聞いたことがあるから、治安のいい日本ではもっと発生件数が少ないとして1000件くらいでしょうか。大外れ。なんと2022年はわずか15件。景気が急速に悪化した2001年の229件をピークに減少が続いているんだ。スマホでデータをチェックしながら説明してくれるお兄さん、そんなに少ないんですか？と僕は飛び上がりそうなほどに驚いた。金融機関だけじゃなくコンビニ強盗も少ないぞ。24時間営業している店が多く、現金も扱っているコンビニは強盗のターゲットになりやすい。それでも2022年の統計では74件しか起きていないんだ。しかも注目すべきはその検挙率。銀行強盗もコンビニ強盗もここ数年はほぼ 100% という検挙率を誇っている。これじゃ犯人からすると割に合わないだろう。だから日本では強盗件数がどんどん減っているのさ。ちなみにお兄さんの話によると、アメリカの銀行強盗の検挙率は日本よりもはるかに低い 60% 程度とのこと。なるほど、一攫千金を狙う輩が後を絶たないはずだよね。それに日本では銃を使った犯罪が起こるのはすごく珍しいこと。アメリカ人からするとあんなおもちゃみたいなものって思うのかもしれないけれど、カラーボールと防犯カメラだけでも十分な抑止力となっているのさ。それからこんなデータも見つけたよ。イギリスでも銀行強盗は深刻な犯罪の一つだってことは知っているかな？ある統計によると、銀行強盗1人当たりの稼ぎは失敗した分を差し引いても19,900ドルにもなるらしい。これは世界で最も高額な部類に入るのだけれど、果たして割に合うのかどうかは微妙な金額だよね。ただイギリスの場合は検挙率が 20% ほどしかなく、強盗が現金を奪わずに逃げた分を含めても全体のおよそ 50% は強盗が成功してしまうという現実がある。つまりその程度のリスクなら銀行強盗を実行しようと考える連中が後を絶たないってことなんだ。
そういう国と比較して圧倒的にリスクの方が上回っているのが日本。だから強盗自体が選択肢に入らないんだよね。さらに犯人側の武装というのもせいぜい刃物か改造ガン。だから殺傷能力の高い武器なんて守る側にも必要ないんだよ。そうだった、僕は根本的なことを忘れていたんだ。そもそも日本は犯罪自体が極端に少ない。カフェの座席に空いたままのノートパソコンを置いてトイレに行くサラリーマン、人もまばらな深夜の電車内で居眠りをする若い女性、これらは僕が日本で見て驚愕した光景なんだけれど、日本ではそれが当たり前のこと。そんな安全な国だからこそカラーボールだけでも十分に強盗を撃退できるんだろうなって今更ながら思ったよ。海外の反応。カラーボール程度の防犯対策で済んでしまう日本が羨ましいよ。これは日本だからこそ使える武器だよね。アメリカだったらカラーボールを使ったいたずらに悩まされそうな気がするよ。最初に見た時は笑っちゃったけれど、なかなかいいアイデアだと思う。僕の家にもいくつか置いておきたいな。カラーボールは念のために設置しているだけで、実際に使う機会はほぼない。日本は本当に平和だと思うよ。ゲームモンスターハンターに登場するペイントボールというアイテムはカラーボールを参考にしたのかもしれないね。まとめ、アメリカのコンビニはガソリンスタンドに隣接しているところがほとんど。緊急時や何かのついでに立ち寄ったり、ドライブ中の飲み物やお菓子を買ったりする人が多く、毎日のように行く場所ではありません。それから強盗が入ったりホームレスがうろついていたりと、何かと事件が起こりやすいのもアメリカのコンビニの特徴。日本のコンビニのように気軽に入りやすい雰囲気ではないようです。またアメリカのコンビニでは防犯対策として銃を常備している店舗も多く、時間帯によっては身分証の提示を求められることも珍しくないんだそう。カラーボール程度の防犯対策でもほとんど強盗事件が起こらないコンビニがそこら中にあるなんて、日本はそれだけ治安がいい国なんだと改めて実感しましたね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。